チャオ、あちゃんです。はい、昨日はね、たっぷり飲んで、寝向きライブして、二日酔いもなく、バッチリ朝から目を覚ましました。で、逃走中見とって、終わったし、お腹減ったし、パン食べようかな、みたいなね。今何時か。10時だ。逃走中見とったの、ずっと。ヒカキン出てたしね、昔のやつやけどね。面白かったよ。子供と一緒にね。で、下がまだ食べてないね。上も食べてね、自分で戻ったんやけど、なんか下、お腹減ったなーって言っとって、ね、作ってくるわーって、ご飯、今から作ります。ゆるーく進行です。まあ、いつもやけどね。はい。いつもでももうちょっと早く起きて、早く動くねんけどね。はい。よいしょ。パン。調節。終わり。終わりだね。パッてやの。よいしょ。今日何しよっかな。何がいいって言ったら下がね、おいしいもんって言ったらおいしいもん作ります。冷凍されて繊維が買い物みたいねんけどね、なかなか行くものがなくないでしょ。なんかね、こう正月ってお買い物出ていくのがめんどくさいね。なんか他に遊びに行ってもね、お買い物して帰るっていうのがちょっとめんどくさくて、なかなかね、せえへんことが多かったですねんけど。明日はマスター食べるからね。よいしょ。で、チーズ。これは美味しいよ。はい、これで焼いていきましょう。はい、焼けました。では食べましょう。いただきます。あ、入って美味しいね。ベーコンもまだ食べない。どう？おいしい。チーズが伸びとる。お肉食べたいね。お肉食べたいな。何もあったのか、昨日からか、ね、見てないわ。見てまた欲しいな。今年もアマゾン箱いっぱい送ってくるな。アマゾンのお世話になるわ。
美味しいよ。マスタードが効いてすごい美味しい。美味しい。この部屋くんの優しい。うんね、あっちゃんちは1月3日まだお正月三が日、お正月気分でゆるく過ごしてます。てか過ごしましょう。はい、ということでね、何しようかね今日ね何も言って入れてないね。あんまりね、年明け早々飛ばすのもどうかと思うし、あっちってスロースタートするとね、あっちまに月日が経ってしまうしで、うん、こんなね、いろいろと、いろいろやっていこうかなとは思ってんねんけどね。じゃあ何をするかやね。新たな何かをしないとね、新たな何かをしないと新陳代謝できへんかっちゅうて、今までやってきたことをやめてしまうと、せっかくね、そこにね、それを見てきてくれたファンの人に失礼やったりするしね、難しいね、切り替えっていうの。考えとんねんけど、まあ今年に企画何個か立ち上げるわ。すぐに言うてね、すぐ何もできるわけじゃないけど、準備もいるし、まあいろいろやりましょう。はい何をしようかね。まあね、新たな試みを何個かしたいなと思ってね。まあ、馬鹿げたことやけどね。馬鹿げたことを平気でできるって、なかなかできへんことやからね。でも、YouTuber として、すごい重要なスキルやとあっちゃんは思ってんね。って見たら、ね、まあ、なんていうのかな、簡単なことやね、バカなこと、人がね、誰でもできること、でも誰もしないこと、そこやんちゃうかなってあっちゃ思ってんね。まあ、じゃあやっていきましょう。ね、はい。
あんまり喋りすぎとね、企画が何か分かってしまったりしたかんし。さあ、いつ結婚するか、それはまたその時、その時にでもね、お知らせしましょう。はい。まあ、いろいろ考えとることはあんねんけど、なかなか具体化できてなくてね。うん、その前に今日のお昼ご飯動画を作らなかんねん。そっちが大事。結局ね、動画1日10本の動画を作るとなると、動画作って、動画を撮影して、一緒に動画を編集して、大してせえへんけどアップロードして、それだけでもう1日追いやられてしまうんだよ。だから動画本数を減らす方向で、ね、1日2本3本減らすことによって、そんだけ分追われず、いろんなものが考える時間があったりとか、いろんなことをねする、言ってみたら、まあ、台本作るのあんま好きじゃないねんけど、でも脚本、大体こういう、あらかたこういうことしたいなっていうのを考える時間も作れるし、まあいろいろとね、そんなことができるんじゃないのかなと思ってね。だから時間を作ること、そこからあっチャンネルは始まるんちゃうかなと思ってね。だから今年はちょっとね、そういう企画ものっていうのをもうちょっと増やしていきたいなと思ってね。やっぱりね、行き当たりばったり企画っていうのもあっちゃん好きやねん。もう考えずにカメラ回して、そっから考えていろいろやっていく。でそっからトークが広がっていって、今日のトークはこれみたいな。まあ、裏あっちゃんねるが今そんな感じやねんけど、あっちゃんねるもともとそんな感じやってんけどね。そうじゃなく、あっちゃんねるはちゃんとの台本とまでは言わへんけど、ある程度の、動画の企画を考えて、それに沿って進めていこうってやろうかな。まあ、台本作る時もあったりもしてもいいかなと思ったりもするけどね。まあそうやって楽しくできればなと思ってんだけどね。はい、という感じで、今日のあっちゃんの朝ごはん、この辺で終わりたいと思います。ごちそうさま、美味しかった。ベーコンの、ベーコンのね、マスタードピザトースト、美味しかったよ。はい、ということで今日のあっちゃんの朝ごはん、この辺で終わりにしたいと思います。ということでね、そろそろこの動画が上がるのは4日、ぼちぼちお仕事始めの人も出てきて、ね、世間に、世間っていうかね、一般ルーティンに戻さなあかん時期やと思うよね。みんなもね、冬休みボケを早く解消して、お仕事っていうかね、通常モードに戻してください。まっちゃんもね、今日はゆっくりして、明日ぐらいからね、ちょっと通常モードに戻していこうかなとは思ってるんだけどね。って言ってもね、明日金曜日でしょ。でもう土日入ったら、また休日モードになるんだけどね。休日モードを平日モードに戻すってなかなか難しいねんけどね。まあ、戻していきましょう。はい。ということで、今日のあっちゃんの朝ごはん、この辺で終わりにしたいと思います。では、またね、正月三が日、ゆっくりゆるく過ごしたと思うんだけど、まあ、忙しく過ごさせてもいてるかわからんけど、あっちゃんはゆるーく過ごしたんでね、またお掃除始めたり、いろいろもやっていきたいんだけどね。まあ、お掃除はもうね、週明け7日ぐらい、まあ、7日ちょっとお買い物行ったり、いろいろしたいんだけどね。まあ、7日の週ぐらいからちょっとお掃除始めて、収納のものを買ってきたりとか、まあ、いろんなことして、やっていきたいなと。あと、戸棚の色塗りとかね、いろいろやりたいことまだあるんでね。まあ、そんな感じでやっていきたいと思います。はい。ということで、今日のあっちゃんの朝ごはん、この辺で終わりにしたいと思います。またね、バイバイ。今日も朝ごはんお付き合いありがとうございました。ではまたね、バイバイ。今日も一日よろしくねー。